Kota Takar Shwadan. Isila Asjan Hasdawa. Batri Takar Kalapar. Laiwasu Udam Ulha Hayash. Takar Bal Tashadaw. みなさんこんにちは、アイロンです。さあ今回もファークライプライマル遊んでいきましょう。さあ前回ですね、タカールさん捕まってしまいました。で装備を全部奪われてしまった。まずはこの独房から脱出していかないといけない。遺体がちらほら。そしてグラップルフック、これを使って、そっちか。このちょっと上のところから出ないとダメかな。よし、ん、で登ってそっちか。待ってね、ブラリンコしてもうちょいこっちかな。でほい、装備を探せ。どうもそっちの方にあるっぽい。あれがその腐敗炎。装備が何にもねえ。そこに敵が一人。ゆっくり近づいてテイクダウン。よし、さあ意外とあっさり装備をゲット。そしたらどうする。ここら辺に、この周辺にアイテムバッグがあるんだけど見えませんね。もうちょい下か。ただ腐敗炎がある。動物の皮。洞窟の出口を探せ。こっちかな。チェックポイント。で狼あさってこっちか。まぶしい。洞窟の出口、これも本当なんて言うんだろう、映画で見る SF のどっか別の惑星ですよね。でこっちか。ここにはね、おじさんいそうだな。なんだ、いますね。そこにも。そこにも複数人。これどう攻めるかな。こっち行くか。そこにはいないね。よし、近づいてテイクダウン。で素材いただいて、こっちかな。そこの強いやつが厄介だな、そいつね。そっちから来る。どうするかな。こっちから寄ってで、テイクダウン。で、ナイフ。よし。あいつをどうするか。凶暴化ナイフ。待って。
石ナイフ、凶暴化ナイフ、これを投げたい。なったっぽいよ。どうなる？いや、餌ではないんだ。凶暴化ナイフ。いや、もう遅いか。もう遅いね。洞窟の出口、どっちだ？こっちは？テイクダウンして、素材はいっぱい。よしよし。んで、こっち。ここにも人の声がする。いるのか、おっさんが。いますね。マップにめっちゃいっぱい映ってる。粘板ガン、一発くらいはこの凶暴化ナイフ当てていきたい。いるな。そこの下の階にいる。見つかってるっぽい。うん、そこいますね。あとこっちに2人、いや3人。そことそっち。これね、戦わないんでいいんであればスルーしていった方がいいのか。ただそんなことはできません。凶暴化ナイフ、よし。あっちにも投げたいな。あれ、あいつ刺さったよ。凶暴化ナイフ刺さってますね。ぐるぐるになってるけども、こいつも凶暴化ナイフ。よし、行きなさい。どうし、打ちなさい。そう、行ったね。やるんじゃ。やってますね。よしよし。よし、んでこいつは上手に。なんだ、あ、こいつか。回復、これはまずい。こいつはね、ちょっと強いんだよね。まずい。この減り方はすごいな。ここどこ？もうちょっと回復して、でね、火をつけらんない。うん、できますね。火をつけて、つっつく。よし、あとはこいつか。もう一匹。よしと、これで最後かな。全滅。よしよし。凶暴化ナイフ、フクロウのほうちゃんで凶暴化爆弾を落とした方が便利かな。こいつらあれか、あの病気で苦しんでいるっていうウーダムか。かわいそうなんで殺して、で進んでいきましょう。イシュガル、粘板ガン、おいで。そっちだね。こっちか。さあ、チェックポイント、洞窟の森人を殺せ。洞窟の森人、そこにいっぱい。あいつか。そうね、まずはとりあえずこいつをヘッドショット。
あいつは強い。と、奥に2人。さらに、そこにも。どの順番で殺していくか。儀式の真っ最中。よしよし。ほいで、あいつを倒したら帰ってもいい。洞窟の出口を探せ。なんだれ、毒か。これはめんどいな。毒バグはいっぱい。そしたらね、どうしようかな。帰っていきましょうかね。そっち、ただね、経験値になるんだよね。殺していくか。あの毒の人ほんと嫌。あとはこっち。火をつけて。あいつも硬いんだよな、こいつね。硬い硬い。まずいぞ。回復。あ、待って、裏口から来ている。こっちか。なんかね、こっちから食らうなっていうふうに思ったら、こいつらか。やめちくり。帰るんで、やめてください。こいつだけムカつくんで、刺して、で、回復して、上です。グラップル。帰りやす。で、弓矢。一応また回復で、素材がここにあると、もう一個こっち。で、こっちか。そろそろ出口。よしよし、これでミッションクリア。ウダムの土地へ。ウパラシダルバリアライワビ。シャルファダスピパサルワヤマチアウチャ。ウタカルブリモアナノウシシャウスヒナチャ。さあ、これでミッションが追加。ウダムの土地。ウルが支配するウダムの土地に入る。難易度ベリーハード。で、周囲には危険な腐敗ガスが立ち込めている。解毒剤のレシピが必要。それはもう持ってます。でね、そしたら次、どこ行きましょう。動物狩り行きたいね。こっち行きましょうかね。ブラッドタスクマンモス狩り。ここに向かって行きましょう。で、移動はちょっとカットしておきます。さあ、そろそろ着きます。残り200歩、200フィート。この先か。ノースブラッドロックと赤い葉っぱ。さあ、近いよ。ここですね。さあ、一旦降りて。こいつか。離す。怒ったマンモスが来る。谷を見ろ。マンモスを止めなければ。
ブランドタスクマンモス狩り、あれいけるかな。めっちゃ強そうなんですけど、まずは追いかける。そっちかな。もうちょい下。ほい、これじゃない。足跡でっかい。チャルタキャンプ、なんだ。動物の肉、弓矢作って、槍作って、凶暴化ナイフと餌作って、こんなもんかな。さらに肉で、こっちだね。足跡が続いている。丘の下でマンモスに村が蹂躙された。でさらに下っていく。そっちか。そこに敵。あれ味方か。ここはね、降りて、よしよし。でテイクダウン。さらにナイフ、よし。でこっちか。こっちですね。今回はね、トラップを使っていきたい。トラップを使うとどうなるのか。そっちにも足跡、こっちにも。出た、トラップ。うん、近いのか。そこにまず敵がいる。あとは毒おじさんがいいな。毒の人ほんと嫌い。と最後にこの辺、よし。そしたらマンモス、マンモスさんはどこだい。どういう順番で移動してんだ。多分その周囲だよね。そこら辺。まずはなんとかそのマンモスちゃんと出会っていかないと。こっちの方向に続いていて、で潰された。お、出ましたね。そう、多くの足跡がある。こっち行ってみようか。怖いな。いそうですね。てか、いましたね。あいつか。温泉の近く。あいつか。トラップ。トラップ。間欠泉の熱水でマンモスを負傷させられた。あ、待って。一撃で。あんなに持ってかれた。まずい。間欠泉？その前に。トラップ。お、すごい、すごい減った。
間欠泉、さらにこっちトラップ、間欠泉、鉱材、貴重な鉱材を使っておいで。発動した？よし。槍はね、あんまり効かないかな。間欠泉、待ってね、タイガーさんを、よし、回復させて。間欠泉ってどれ？あの、ブシューってなってるやつでしょ。そうだよね。さあ、もう半分いきましたよ。あっち行ったな。逃げちゃった。あいつ追いかけて、次の狩り場。こっちか。あれ、動物が死んだ。何してんの。完結戦か。これはやばいよ。これ。危ない。こっち来て。こっち来て。そうです。んで、回復。ちょっと待って、そっち行くな。ちょっと。どこ行くの？肉。よしよし。んで、こっちだね。行くぞー。マンモスちゃん、どこ？さらに奥、そっちか。一応葉っぱは満タンかな。黄色い葉っぱはいる。氷が落ちた。さあ、いますね。トラップ、トラップ、待って、トラップ。何何、トラップ、こっちか。まずケツにぶっ刺して、こっち来い。よし。んで、トラップ、足止め。結構いい感じに減ってるんだけども、来るかな。来ましたね。火をつけて、こうです。ただ足止めはあんまり効いていない。スパイクがいい。スパイク、待って、ここ行き止まり、もしかして。嘘。まずいよ。そこにいる。これはね、チクチク行きましょう。ちょっとそこ登って上から確認。なに？なに？突進してきている。マジか。火をつけて、足場が、まずい。トラさんが、これはね、槍を投げましょうかね。加勢する。助太刀、あんま減らないな、やっぱり。うん。で、また逃げる。よし。こっちも、体勢整えて、お肉をどうぞ。結構逃げますね、マンモス。おそらく次がラストバトル？じゃない？待ってね、鋼材、鋼材大事。マンモス逃げた。
どこ行った？どこへ、どこへ逃げた？こっちかな。侵入者のリーダー、そんな争いをしている場合ではない。私らは、うん、まあ一応やるか。で、ナイフ、よしよし。さあ、このタイミングで夜が来ます。どうする？マンモスちゃんはどこに行った？多分こっちの方向に逃げたんじゃないかな。視界にマンモスちゃんがおらん。ママフ墓地、こっちか、そっちか。声がする。ん、待って、これ何？オオカミ。マンモスはここで牙を研いだ。何度も戻った。どっちだ？ここにアイテム。こっちから来たっぽいんだよね。そう、だいたいこっち、そっちかな。そこで牙を研いで、で、どういった？ん、それっぽいのがいた。そっちか。見つけてしまった。さあ、いました。こいつにここで蹴りをつける。まだウダムがいっぱいいる。こっち来た。待って、ここでトラップ、スパイク、よし、スパイク、こっち、こっち、こっち、よ、そうです、そうです、こっち、刺さった。マンモスに近づいて苦しみから解放しろ。とどめを刺す。待ってね、そっちでね、めっちゃ敵がいんの。さあ、これでミッション完了。で、こいつを生き返らして、狼か。ブラッドタスクマンモス。これがその姿。肉9個、油12個、骨2つ、マンモス皮、動物の皮。よしよし。さあ、これで、レジェンド系の動物はあと1つ。こいつか。スノーブラッドウルフ。で、こいつを飼ったら、あとはベリーハード、砦でですね。ビッグダルワと、ファイアスクリーマー。これを潰して、で、こっちかな。ウダムの土地。っていう流れですね。で、クラフト。槍ベルト、槍を5本持ち運べると、さらに毛深さいで6本。よし、
んでね、スキルどうしようかな。3ポイント。3ポイントか。これ行きましょうかね。効果攻撃で大型の敵や強力な敵の精鋭を倒せるようになった。よしと。さあ、そしたらね、次回はどこ行きましょう。次回ね、微妙ですよね。ベリーハードこっち行こうかな。ファイアスクリーマートリで。さあ、ではね、今回一旦ここで終わりにして、で、次回につなげていきたいと思います。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。